今日は私が入院の時に持っていくグッズを紹介します。まずはこちらのポーチです。このポーチの中には大事なものが入っています。まずはペンです。ペンは同意書などを書くときに使うので必要となります。その次に印鑑です。印鑑は滅多に使用しませんが、重要書類がある時などに使用する場合があるので念のため持っていくようにしています。そして診察カードです。こちらは必須となります。次に、保険証を持っていきます。こちらも必ず持っていくようにしましょう。そしてお薬手帳です。現在何かお薬を服用しているのであれば、お薬手帳と服用しているお薬を持っていくようにしましょう。お薬は残っている分を全て持っていってください。その他、難病手帳なども一緒に入れています。次に入院書類とクリアファイルです。緊急入院ではなく、あらかじめ予定が決まった入院であれば、入院に必要な書類を書かないといけません。入院日に忘れないように持っていきましょう。そしてクリアファイルは血液検査や同意書などの書類を入れるために持って行っていました。続いてお財布とお金です。病室に金庫はありますが、盗難の可能性もあるので100円ショップで購入した財布を持って行っています。小銭入れやカードなどが入るので、私は海外旅行に行く時などにもこういうような安いものを持って行っていました。次は衣類です。タオルと衣類については病院でレンタルできることもあります。ただ長期入院になるとお金がかなりかかってしまうため、私は持って行くようにしていました。病院にはコインランドリーがあるので、自分で動ける場合はそちらで洗濯をしていました。まずは下着です。私の場合は 3,4 日分ほどのものを持って行って自分で洗濯して管理していました。下着はこういったポーチの中にまとめています。そして靴下です。靴下は足元が冷えることが多いため持って行った方がいいと思います。夏場でも結構病室はクーラーが効いています。こちらはタオル類です。病院内ではペーパータオルがあるので、そちらを使用していることが多かったです。でも一応自分のフェイスタオルと長めのタオルは持っていくようにしていました。女性は生理用品や織物シートがあるといいと思います。次はお風呂グッズです。シャンプー、リンス、ボディーソープです。病院によっては無料で置いているところもあるのですが、ない病院もあるので持っていきましょう。病院内は無機質なので、シャンプーやリンスの匂いがいい匂いだと癒されます。なので香りがお気に入りのものを持っていきました。それからボディーウォッシュです。体を洗うのに使います。そして濡れたタオルや下着を入れるのにビニール袋があると便利だと思います。あとはバスタオルです。バスタオルはかなりかさばるので薄めのものを持っていっています。こちらは保湿剤です。全身保湿に使いますが、なるべく無香料のものを選ぶようにしています。特に ICU では香り付きのものがダメだったりするので注意が必要です。ニベアやアベンナがお気に入りです。これはヘアオイルなので必須ではありません。私はお風呂があんまり入れない時期もあったので、髪の毛がバサバサになってしまうためにヘアオイルを持って行っていました。ヘアブラシも同じ理由です。髪が長い女性の方はあった方がいいと思います。ちなみにドライヤーは大体の病院には置いてると思います。次はあまりお風呂に入れない場合のお風呂セットです。こちらが洗顔シートです。洗顔と同時に化粧水の役割もしてくれます。洗面所に行くのがしんどい場合はこちらで顔を拭いていました。続いて濡れタオルです。お風呂に入れない場合は病院側がホットタオルを用意してくれたり、看護師さんが体拭きを手伝ってくれます。それ以外で使用したい時や手を拭く時などにも使っていました。こちらは友人にもらったドライシャンプーです。お風呂に入れない時も多かったので、このドライシャンプーはかなり活用しました。濡れタオルにドライシャンプーを適量出し、頭を洗っていました。ただパウダー状なので飛び散らないように注意が必要です。もう一つドライシャンプーシートというものをもらったのですが、こちらは粉ではなくシートだったのでかなり使いやすかったです。入院中で使い切ってしまいました。こちらは小物類です。まずはマスクです。マスクはコロナ禍になってからの必須の持ち物となりました。病院では基本的にこのような布マスクではなく不織布のマスクを持っていくようにしています。病院側から不織布のマスクの指定があることが多いです。コロナ禍の入院では自分のベッドや個室にいる場合はマスクはしなくても大丈夫です。ただ廊下を歩くときやトイレに行くときなど、看護師さんや先生に会うときなどはマスクをつけなければいけません。
続いてメガネ、メガネケースです。入院生活中はコンタクトではなくメガネを使用していたため持って行っていました。続いてリップクリームです。病室は暖房や冷房で乾燥していることが多いです。私の病院は湿度は 30% ぐらいでした。なので保湿剤は持って行った方がいいと思います。ハンドクリームも持って行っていました。ボディミルクが1本あればそれでも十分ですが、ハンドクリームは香りで癒されるので匂い付きのものを持って行っていました。続いて綿棒です。数日程度の入院であればこのように小分けして持って行っています。長期入院だと分かっている場合は箱ごと持って行っていました。爪切りです。爪切りは1週間以上の入院の場合に持って行っています。意外と爪が伸びてくるので長期入院の方は必須です。あとはヘアピンです。こちらも長期入院になってくるとだんだん前髪が伸びてくるのでヘアピンを使っていました。あとは化粧水や美容液です。体調が悪い時は化粧水などを使っている余裕はないと思いますが、先ほども言ったように乾燥がひどいのであると便利だと思います。あとはシュシュです。ヘアガムでも可能です。ご飯を食べる時や洗顔の時に使っていました。食事で使うグッズ類です。病院食にはお箸などは基本的についてきません。自分で持っていく必要があります。入院中お箸はケースの中にしまわずにコップに立てて管理していました。お箸、スプーン、歯ブラシを立てておくコップがあると便利だと思います。病院食ではおかゆやカレー、プリンなどが出てくるのでスプーンはあった方がいいと思います。フォークはあまり使わないので持って行っていません。たまにパスタが出る時があったのでその場合はあった方が良かったかなと思ったりもしました。こちらはプラスチックのコップです。こちらの商品は蓋を外せば電子レンジでチンすることも可能です。起き上がるのがしんどい時はストローを刺して飲んでいました。ストローは ICU に入る時に持ってきてほしいと病院側から指定がありました。一般病棟では使う機会はなかったです。続いて飲み物のセットです。病院によってウォーターサーバーがあるところ、ないところ、食事にお茶がついてくるところ、ついてこないところ、様々です。麦茶やほうじ茶、緑茶など気分によって持って行っていました。ティーパックタイプなのでこのままコップに入れて使っていました。コップはマグカップやガラス製のものではなくて割れにくいものを選びましょう。ウォーターサーバーがある病院ではいつも水筒を持って行っています。ない病院ではコンビニで2リットルの水を買って飲んでいました。意外と便利だったのがペットボトル用のカラビナです。ベッドの横に柵があるので S 字フックでペットボトルをベッド横に吊り下げていました。ベッドで寝たきりの状態で水を飲みたい時などにすぐ手が届くので便利でした。寝転びながらお水を飲むと口からこぼれてしまうのでペットボトル用のストローがあると便利です。続きまして S 字フックです。 S 字フックは大きめのものを何個か持っていきましょう。ベッドの横の柵にも使用することができますし、テレビ台にも S 字フックが使えます。私は洗濯物や巾着をぶら下げたりしていました。こちらも入院生活には必需品となります。まずはスリッパです。スリッパは安いものを買って使い捨てにしていることが多いです。病院によってはかかと付きスリッパが勧められることもあります。その場合はかかと付きのスリッパを買っていました。短期入院であればスニーカーなどでも大丈夫かと思います。次はエコバッグです。エコバッグはお風呂に行くときに使用したり、洗濯物をコインランドリーに持って行くときなどに使ったりしていました。売店に行くときなどにも使えますし、エコバッグは何枚か持っていくといいと思います。続いてティッシュです。ティッシュもかさばるのでポケットティッシュを何個か持っていくのもいいと思いますし、長期入院であれば箱ティッシュを持っていくこともあります。アルコール除菌類です。これはどちらでもいいと思います。ただ私は手術後に免疫抑制剤を服用するためこまめに携帯やテーブルを消毒していました。清掃スタッフの方が身の回りのテーブルなども清掃してくれるのでなくてもいいとは思いますが、あると安心です。次に紹介するのは暇つぶしのグッズです。人によってそれぞれだとは思いますが、本やゲーム機を持っていくといいと思います。入院生活は元気になってくるとかなり暇になってきます。そして長めの携帯充電器です。ベッドの上で携帯をいじることが多いと思いますが、長さが足りないことが多いので長めの充電コードを持っていくようにしましょう。タコ足コンセントを持っていく人も多いと思います。
そして大重要なものが忘れがちなイヤホンです。大部屋では他にも人がいるので、携帯やテレビを見るときなどにはイヤホンをしなければいけません。テレビを見る場合はイヤホンジャックがテレビに対応しているものを選んでください。 iPhone のイヤホンでは見ることができません。睡眠グッズです。アイマスクはあった方がいいのかなと思います。大部屋であれば同室の人が夜中にトイレに行った時に起きてしまったり、夜中に看護師さんが見回りに来る時などに懐中電灯を持っているので、たまにその光で起きてしまっていました。寝つきが悪かったり、日中携帯を見すぎて目が疲れた日には蒸気アイマスクを使用していることもありました。これもいい匂いがするのでとてもリラックスできます。これは靴下にテニスボールを2つ入れたものです。入院中はベッド生活が多いので背中や腰が痛くなりがちです。そんな時はこのテニスボールを腰の下に入れてグリグリと押し当てると気持ちいいので持って行っています。特に手術後は腰がかなり痛かったのでこちらは愛用しました。あとは手帳やメモ帳、レターセットです。同室の人と仲良くなってお手紙交換をしたり、連絡先を交換するのにメモ帳を使いました。お世話になった先生に退院の時に手紙を書いたり、入院中の出来事を手帳に書いたりとしていました。あとは先生に言われたことをまとめたり、紙類はあった方が便利だと感じました。あ、忘れ物です。歯磨きセットを忘れていました。こちらも必ず持っていきましょう。もし忘れ物があっても大丈夫です。基本的に病院内にはコンビニが入っています。普通のコンビニの品揃えとは違って入院に必要なものなどもたくさん売っています。何か忘れてしまった場合はコンビニで購入しましょう。いかがだったでしょうか。少しでも参考になれば幸いです。私は長期入院だったため枕やぬいぐるみなども持って行ってました。最低限のマナーを守った上で快適に入院生活ができるといいですよね。それではご視聴ありがとうございました。またお会いしましょう。